皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はちょっと私が久々にうっていうかなんか衝撃を受けてしまったことについてお話ししようかなと思います。なんか文句とか苦言とかそういう感じではないんですけども、ちょっとこの状態っていうかこの情報を皆さんが知ってどう思うかなっていうのを少し考えていただきたいなと思ってお話ししようと思います。先日東京に行った時に地下鉄の半蔵門駅から一つ隣の駅、2分くらい、乗車時間としては2分くらいの永田町駅に行きたくて、友人と一緒に半蔵門駅から入りました。エレベーターがあるところの改札には人が誰もいなかったから、とりあえずそのまま友達と一緒に乗りました。で、永田町駅に着いて降りました。で、エレベーターどこかなって思ってこう看板を探したんですけど見当たらず、あとこう駅にあるこういう大きい普通の案内板を見てもエレベーターマークがどこにもなかったんですよね。で、その光景をどう考えても駅員さんは見えてたはずなのに、特に話しかけてくれることもなく、もしかしてないのか、いやでも永田町だぞ、あるんじゃないかみたいな感じで駅員さんに聞きに行ったんですよ。で、そしたら、ないですって言われて、エレベーターはありません、来る時にどこから来たんですかって言われ、隣の半蔵門から来ました、駅員さんには言わなかったんですかって言われて、駅員さんがいるところを通ってきたわけじゃないし、基本的には友人がいればその電車の乗り降りっていうのはその友人にお願いするので、なんかスロープを出してもらうとかっていうこともせず、なんでこう駅員さんとのコミュニケーションなく来たんですよね。で、だからもうないですって言われて、隣の青山一丁目だかっていう駅に行ったらありますって言われて、で終わったんですよ。どうしようみたいな。で、友達ともうエスカレーターで行っていいんじゃないみたいな感じになって、さらーっとエスカレーターで行くかみたいな感じになって、こうエスカレーターの方に行ったんですよね。で、そしたらそこに警備員さんが立ってて、警備員さんからエレベーターを止められて、車椅子でエスカレーターを利用しようとしてた人が多分転倒して、大きな事故ではなかったけどそういうことがあったから、まずそれは絶対ダメだと。で、エレベーターはいつだっけかな、3月とか4月とかなんか、まだ作ってる最中でできてないからここは通れませんっていうふうに言われたんです。で、駅員さんにさっき聞いたことを伝えずに、あ、そうなんですかみたいな、初めて聞きましたみたいな感じで言って、じゃあどうやったら上に上がれますかっていう話をしたんですよ。もう私はその地下鉄から上にすぐあるご飯屋さんに行きたかっただけなのに、もうなぜ私はこの駅から出られないんだろうっていうことがまず一つで、でもその警備員さんが、じゃあ分かりました、ちょっと駅員さんに、駅員がいるその事務所にね、聞いてみますって言ってくれて、やっぱ一つはもう隣の青山一丁目まで行って、もうその地上に出てその行きたいところに行くか、もう一つはこっちは永田町駅なんだけど、構内、駅構内をブワーって行った反対側に赤坂見附に行くまでの通路があるんだよ。で、赤坂見附のところだったら途中階段はあるんだけど、そこにその階段の昇降機があるからそっちの方法もありますと。でも電車間隔とかわからないから、で乗り換えるって大変じゃないって思って、じゃあその赤坂見附の方に行きますっていう風に言ったら、とりあえずじゃあ案内し、赤坂見附とこの永田町は違うから、管轄が違うからまず連絡しますねっていう話になって、永田町の方から駅員さんが来て、で端の赤坂見附まで案内してくれたんですけど、すごいエレベーターをめちゃくちゃ3回くらい乗って、やっぱ隣の駅だからやっぱ遠いんですよね。もう全然そういう感覚も分かってなくて、超遠いなって思って、でやっと最後階段昇降機があるところに着きました。で、その階段は2人が並んでしか行けない幅なので、もう
私が来るまではもう通行止め状態なんですよね。昇降機が占領してるからそこに普通の人は通れないんです。で、私が来た時に、はい、車椅子の人来ました、はい、通しますみたいな感じになり、なってウィーンって上げてもらったんです。まあ、その映像がこちらですね。ちょっと待ってくださいね。また階段があったんですよ。でもその4段だけだから、友達と駅員さん2人で抱えてもらったら済むことなのに、なんか、抱えてもらっていいですよって話をしたんだけど、なんかあんま聞いてもらえなくて、その4段を上がるためだけの昇降機に、乗せられました。で、あんまりでも普段使ってない感じだったんですよね、その昇降機が。だからなんかスイッチ電源入ってないのにめっちゃ動かす、駅員さんがめっちゃ動かそうとしてたから一向に動かない、安全レバーがしっかり閉まってなかったから、スタートをしてもそれは一向に動かないんですよ。で、途中ウィーンって上がったんですけど、安全レバーが外れちゃって緊急停止して、でまたそこでちょっとあたふたなって、で最後階段上り終えて、じゃあその昇降機から出ますっていう時も囲われてるんですけど、開け方が分かってなくて、そこでもあたふたして、その4段上がるために何分くらいかかったんだろうみたいな、まあ、それがこの動画なんで、ちょっと見てください。走ってるんですか？ああ。
まあ、こんな感じだったんですよね。で、半蔵門駅を出たのが、まあ、7時50分くらい、まあ、8時までにそのお店に行きたかったから7時50分くらいだったんだけど、結局着いたのが9時前だったんですよね。たった一つ隣の駅、時間で言ったらたった2分、その事件があって1時間後にそのお店に着いたっていうことがありました。どうなんだろう、まあ確かにっていう言い方がおかしいかもしれないけど、エレベーターがあるってやっぱ思ってしまう。永田町だったらエレベーターがあるって思ってしまった自分がいたことで引き起こったことかもしれないし、いやでもそんなん1回ずつだから、もう行く駅行く駅でエレベーターがあるかどうかを調べなきゃいけないっていう、やっぱり一つの手間があるし、じゃあ一回ずつ一回ずつ駅員さんに声をかけなきゃいけないのかっていうやっぱ一つの手間がある。まあそうしなきゃ確かにいけないね、できない部分がある、自分のためだからできない部分はあるんだけど、でもやっぱそういう環境ってなんかちょっとどうなんだろう、おかしいんじゃないのかなって思った自分もいました。まあその一番初めに対応してくれた駅員さんも、なんかその赤坂見附のことを提案してはくれなかったし、なんかそんな言い方しなくてもみたいな言い方をされちゃったし、まあ、あとその昇降機に関してもやっぱり普段使ってないから使い慣れてないっていう部分はわかるんだけど、でも使う人がいるからもっとしっかりスムーズに使ってもらった方が、やっぱりその間は全部その階段を止めてるから、なんかどうしても申し訳ないっていう気持ちに絶対になっちゃうんですよね。その他大勢の人の移動を妨げてるって思っちゃう。だからその子もなんかスムーズにしてくれたらいいなって思っちゃったし、最後の4段も、まあ、分からない、安全のねルール上あるのかもしれないけど、4段を抱えてくれたらよかったのにっていう風なことがありました。まあだからもうめんどくさいからタクシー移動が基本になっちゃうんだけど、私の経験上道端でタクシーを止めれたことはないです。まあね、高さが低い分気づいてもらえてないのか仕方されてるのかわからないけど、基本的にはタクシー乗り場を探してタクシーに乗るか、まあ例えば別にホテルとかお店とかにいたらもう呼んでもらうかっていう感じでしか使ったことがタクシーはないです。なのでちょっと今後はね、ちょっとその結構タクシー問題っていうのもあるので、その動画もお伝えできたらなというふうに思います。はい、こんな感じでちょっと本当にうーって思ったことをちょっと伝えてみたんですけど、皆さんはこの話を聞いて、どう思ったでしょうか。賛否というか、皆さんが感じる部分がたくさんあるし、それはたくさんあっていいことだと思うし、なんか私もどう思うことが正解なのかはまだ分かってない部分があるんですけど、まあ、こういう情報を知ってもらえたらいいなと思いました。鉄道会社の方々とかにもなんか届いてほしいなと思います。はい、では今日はこんな感じで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。